どうも、映画トークチャンネル余計なお世話でーす。みんな再生してくれて、せーの、ありがとうねー。私、映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手共有していこうというチャンネルとなっておりまーす。今回は、まあ、テーマトークといいますか、ゲストが来ていただいております。児玉瑞希さんでーす。よろしくお願いしまーす。みずきちは映画執筆業で、はい、いろんなところにいろんな文字を書いて、いろんな文字書いてますよ。忙しそうですよね、本当ね。常にね、こう書いてる日々、そう、忙しいんですけど、今日はポニーキャニオンさんの方のね、映画部座談会でご一緒させていただきまして、で、付き合いはちょっとね、5、6年前から一応あるんですけれども、ちょっと出演してくださいということで、はい、ちょっと短時間でやりたいんですけど、はい、ちょっとね、僕ね、気になってるというか、はい、教えてほしいという、まあ、もちろん答えれないところもいっぱいあると思うんですけど、はい、あの、キネジュンでさ、はい、星取り表やってるでしょ。はい。で、僕、キネジュンはもう中高ぐらい、ずっと読んでて、そうなんですよ、当時。なんかね、親父がなんかね、買ってきてくれたりとかしてて。お父さんも映画好きで、親父映画好きで、はい、水吉が今、3本ぐらい、どれぐらいのペースでやってるんですか、星取り表は。半月に4本。半月に4本。はい。じゃあ、1ヶ月で8本。うん、8本は見てますね。うわ、そこの、まあ、ある意味、レギュラー仕事というか、はい、やってるじゃないですか。はい。どうですか？前から結構星取り気にしてますよね。気にしてます。僕はやっぱその、 YouTube もそうですし、はい、テレビでもそうです。基本なんか喋りが多いじゃない、はい、仕事としてね、はい、で書くってなると、まあ、映画の推薦コメントとか、うん、まあ、たまにその紹介文とかあるんですけど、うん、やっぱ短い文字でしっかり単評というか、うん、やるっていうのをちょっと僕挑戦してみたいなっていう気持ちもあるわけ。そう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 。あと別に紹介記事でもいいんだけど、文字を書いて映画のことを表現するっていうことはやりたいなって思ってて、そういう意味でちょっとこうキャリアガイダンスじゃないですけど、はい、キッザニアというか、はい、そういう気持ちで先生にちょっとお話を聞きたいなと思ってるんですけど、はい、大変、まずそもそもどう、うん、私が一番大変なのは、うん、割とだから結構見る映画がいつも決まってるので、こういう映画見るっていうのがあるので、そこを超えていろんなジャンルについて評しなきゃいけないっていうのがまず難しくって。そうだよね。でキネジュンのレビュアーは作品を選ぶ権限がまずないので、これとこれとこれとこれやってくださいねっていうふうに指定されるので、全然自分の見てない、例えば私だったらホラーとか、まあ、なんかそういうジャンルが来るので、うんうんうん、そういう時は大変ですね。なんか前ほらザ・バットマンの試写かなんかでさ、あ、バットマンどうだったみたいなやり取りしてた時もあったりしたじゃん、はい、当時ね、うん、そういうやっぱ要は自分のこう土俵じゃない作品が来た時に、うん、どう書こう、そのどういう風に心得て、コツというかどういう風に書こうっていうのはあるの？わからないときははっきりわからないっていう書き方をすること、うん、なるほど。 もちろん、はいはい、大前提として、うんうん、ちゃんとした調べもするし、うん、できるだけのことはするんですけど、うんうん、やっぱり締め切りまでの時間がすごく短いのもあるし、うんうんうん、本当に自分に馴染みのないジャンルについて評するときは、うん、私はそもそもこういうジャンルはあんまり見てないけど、うん、そういう立場で書けますよっていうことを前提にして書いてるかも。要は自分の立場みたいなのを明確にした上でスタートって感じで書くっていう、はい、そうですね。結構キネジュンのレビューって、うん、星取りレビューって、うん、なんかまだその映画を見てない人たちが全部新作映画なので、そうだよね、うん、そうそうそう、あれを参考にして、うん、じゃあ見に行こうかなとか、はいはいはい、これ見るのやめようかなと決めてらっしゃる読者の方々もいると思うので、はいはい、まあ、なんかこう皆さんすごい有識者の方々がいろいろすごいこと書いてる中で、うんうん、私はちょっとこれは分からないけどっていう前提で書いても、うんうん、分からない読者の中でも分からない人って絶対いると思うから、そういう人にとって役立てばいいかなと思って、はあ、そっちに寄り添うポジションっていうか、はい、になるってことだよね。そう、やっぱり皆さん星取りレビュー担当されてる方たちってすごいキャリアのある、そうだよね、すごい評論家の方たちなので、うんうん、そういう方々がちゃんとした知識を持って書いてくれる、そうだよね。私は本当に分からない人間として割と書いてます。
え、一番若手あのライターの中だと。そんなことない。なんだろう、でも確実に若手の方ですね。若い方だよね。そうだよね。うん、いやだからキネジュンって俺の近っつうともっとこうシネフィル向けイメージが強くて、はい、それを見て参考にその分からない人がいるっていうのじゃなくて、もっとみんなガチ勢がこう読むイメージがあったんだけど、そ実はそうじゃんでもないよっていうことですよね、きっと。いろんな読者がいるんじゃないかな、うんうんうん、でも私学生の時から読んでたんですけど、うんうん、私とかは割とこうどういう映画ファンでも読んでるイメージがあったので、うん、なんかそのいわゆる雑誌ね、フィルみたいな人たちだけの雑誌っていうイメージがあんまりないかもしれない。あ、そうなんだね、なるほどね。え、あのさ、月8本じゃん、はい、やばくない？そのいや俺はね、前そのさっき本番でも話したけど、喋る分だったらいけるかなって、喋るとしても大変だなって思うのよ。月8本、うんうん、新作を例えばその自分の YouTube で感想とか紹介を上げるっていうのも結構大変だなって思っちゃうんだけど。そうね、えぐくない？結構そのバットマンの時も、うんうん、全部シリーズっていう関連作を全部見直してから書こうって思って割と頑張ってたんですよ。最初の時って本当に8本全部他のまあその監督の過去作とかも見るし、まあシリーズだったら他の作品も見るし、過去の文献とかがあったらそれも当たるしみたいな感じで書いてたんですけど、それをまあ1ヶ月で8本とかこなしてると他の仕事ができなくなっちゃうってことに途中で気づいて、さっきのその分からない自分を分からないなりに書こうっていう風にシフトチェンジしましたね。いやそうなんだ。でもさ、なんかさ、批評ってさ、割とさ他の作品とかその監督のフィルモグラフィーっていうものとこう比較していくっていう作業でもあったりするじゃない、うん、はい、それによってこう浮き彫りになっていくというか、うん、これのこれに近いなとかいろいろあって、そうなってくるとき自分の中で折り合いが つけれたタイミングがあったってことだよね。それはつまりその、うん、本当はやっぱ一本の映画を描くのに 前後全部見たいじゃん、はい、その監督がこうしてたとか、うん、脚本家は実はこういう人でとか、うん、でもキリないじゃない、はい、それどこでこう折り合いがつけるタイミングになったの？割り切るというか、無理だなこれはってなったの、うん、どのタイミングで そのは結構序盤、うん、未だにでも、うん、ちゃんと余裕がある時は、うん、なるべくそうしたいと思ってはいますよ。うんうんうん、それそうだよね、うん、時間さえあれば行こうっていうね、うん、ただやっぱり私は普段結構2000文字3000文字ぐらいの映画表を書く機会がすごく多いので、うんうんうん、どうしてもやっぱそっちになっちゃう。さっきも言ったようにその作品を、うん、まあ、映画史とかその監督のフィルモグラフィーにおいてちゃんと位置付けとか端付けをしたいと思うと、うんうん、やっぱり当たらなきゃいけない作業がすっごい多いので。そうだよね、それですよね。時間がかかっちゃう多分その私書くのに。いやいや、でもでも批評ってそういうことかなって僕も思うから、うん、ちゃんとこうね、そこその下調べじゃないけど、まあもっと言ったら台本が手に入るなら台本読んどいた方がいいレベルじゃない、うん、原作読むとかさ、うん、そこまでしたら切りないから、うん、そっか、じゃあなんかいろいろ話聞いてると大変そうだなって思ってきちゃうね、うん、いやーそっかそっか、そうだよな、自分の好きなものだから。そうか、いやなんか仕事だなちゃんとって思いました。なんかある程度さ、やっぱこう好きなものを話すがある、うん、もうスタートだからさ、うん、人にこう振られたものを見てそれについて書くって、まあそういう場面も仕事上あるけど、はい、全然僕ら普段見ませんみたいな土俵を見に行ってどう思ったかを言うはあるけど、うん、いやーでも大変ですね。ちなみにどうですか、気をつけてることっていうか、その短い文字数でこれをこう気にして書いてるとか、自分の中での軸みたいなのあったりします？参考までにちょっと聞かせていただきたいんですけども。自分だからやっぱり分からない作品とか、うん、分からないことははっきり分からないってもう言うしかないので、うん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 、その分、うん、自分がある程度関心が持ってる領域に関しては、うん、そこにちゃんと着目して書くっていうことはやってますね。ジェンダーの問題だったりとか。そうですね、うん、ジェンダーとか、まあ、セクシュアリティとか、はいはいはい、フェミニズムとか、うん、そういうのを、まあ、他の2人お二人の
当社の書いてる内容とかもある程度予測して、うん、住み分けじゃないですけど、うん、自分はここに着目して書こうかなっていうのは考えながらやってますね。だから自分のこう武器というか、うん、それをこうちゃんと それをこう基準にというか軸にこう見て、そう考えたらどのジャンルでもある意味いけちゃうもんね。そうですね、自分なりの水吉なりの視点があるから、うん、そこ基準で書けばいいってことだもんね、うん、いやーそうか。他の人たちがすごいフェミニズムとかジェンダーとかで書いてるんだったら私はもっと他のこと書くかもしれないけど、とりあえずまあ今の時点だと私の枠だと私が今一番それを書いてる表者なのでそれを書いてるみたいな、うんうんうん、あだからチーム戦というかポジショニングの問題だよね。もう役割分担というか、うん、私はここ守れますせみたいな。そうだからさ、さっきあの斉藤さんが、うんうん、あのつまんない作品に対してはつまんないって言うみたいな話、はい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 、あったじゃないですか、ね、あのさっきねアフタートーク撮りましたけど、はい、収録終わりに、はい、だからそういうの大事だと思う、うん、住み分けっていうか批評がやっぱり、はい、いろんな立場があって、うん、いろんな批評があった方が、うんうん、映画観客は、うん、なんかそれを参考によりよく参考にできるというか、うんうんうん、多様なね、なんか感想とかがあった方が絶対いいので、そうですね、そういうのは割とみんなどういうこと書くかなとかどういうこと言うかなっていうのを考えながら自分のポジションを取っていくっていう。そうだよね。なんかやっぱ批評会と違って映画 YouTube って狭いっちゃ狭いし、あそっか、傾きやすいんだよね、うん、こうこうみたいな賛否のもうどっちか極論で賛の人と否の人とか、うん、なんか多様化にがあんまりこう難しくてね、やっぱそうなんだ YouTube でやっぱなんだろうな、うん、なん面白いもつまんないもやっぱ基本的に割り切ってる人はいいけど、つまんないで、まあ、炎上商法じゃないけどさ、うん、こうクソ映画だったとかってサムネ作ってあの出す方が伸びやすいのよ数としては。あそうなんですか、うん、みんなやっぱそういうことやっちゃうと批判が、うん来るとかじゃないの。それのパターンもあんのよね逆に。だからどの作品だからそれも良くなくてこの作品は叩いてもいいなみたいな空気があって、それはもうクソ映画とかサムネ作ってね、例えばね最悪だったワーストとかワースト1もう早くもワースト1とかっていうサムネの方が伸びやすいのやっぱみんな、うん、こう好きだから、もしくは今年ベストとか逆ね、うん、とかの方が伸び、だからどうしても YouTube って伸ばす伸ばさないがあるから、うん、そこをどのパーセンテージでやってるかで多分結構皆さんやり方が違うので、うん、そう考えるとまたねシンプルな批評とかともまた違うしとか、ある程度キャッチーにしないと引きがある、そうなんですよ、語りにしないといけないってことよね。そう、私チャンネルの登録してるお客さんの層によってはこういう意見はわかるけどこういうその否定的な意見はもう耳貸したくないみたいな、うん、いいものだけやってくださいとかもあるから、そういうの直接言われたりするの。直接ってのはコメントかな、やっぱりコメントであります。コメントではやっぱあるかな、なんか、うん、だから難しい、だから YouTube 上での批評するしないってやっぱすごく難しいなっていう気は僕はしてるので、だからそこになんかね、そこにうまくこう合わせて僕も本音を言えたらなと思っているんですけど、うん、ちょっと勉強させていただいて、いや文字の方でもちょっとねなんかね、ちょっとまあ好奇心もあるけどね、うん、なんかやったことないから本格的には、はい、なのでちょっとまた相談の乗ってください、はい、ちょっと短時間でしたけど、ちょっとまたしっかり長めの尺のやつ出てね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。ということでツイッターやってましていろんな告知出てますのでよかったら追っかけてください。はい、今回のゲストは児玉瑞希さんでした。最後閉まってないけど。すいません。ありがとうございました。皆さん見てくれて、せーの、ありがとうね。バイバーイ。